久保さん連続腕立て100回すごいっすね。鍛えてますね。僕、前やったんですけど、30が限界でしたね。いや、100回連続ってすごいっすね、腕立て。<laughs> いや、ね、久保さん、もうちょっと50になるじゃないですか。すげえな。やっぱ、鍛えてる証拠っすね。ちょ僕も負けじと、頑張りますよ。ちょっと、これは、ちょっと、ボコボコにされたんでね、この前、試合出て。 ま、今回は、その、まあ、あの、1億稼いだ質問にしましょうか。まあ、久保さんがその、言ってたんですけど、まあ、まさにその通りで、みんなね、質問がね、抽象度、抽象的なんですよね。例えば稼げますかとかね。<laughs> だかこれね、堀江さんもね、なんか言ってたんですけど、俺の元にはこんな質問めちゃめちゃ来ると。今、YouTuber やってるんですけど、どうやったらチャンネル登録、 とか、稼げるようになりますかみたいな質問が来て、知らねえよと。<laughs> やれること全部やれよと。<laughs> 俺も、いや、100歩譲って俺もね、まあ、8年か7年 YouTube やって、で今だと。<laughs> で、直近でちょっとうまくいったけども、まあそれぐらいやってるし、<laughs> ね。<laughs> みたいなこと言ってたんですけど、なんかその、 うーんまあじゃあ1億稼いだ子はどういう質問をしてきたのか、コンサルでどういう質問、やりましょうコンサルなんか一回もしてないですよ、その子。もうやるの前提ですよね。逆に言うと、まずね、彼が僕に、吉田さん、あのセミナーやりたいんですけど、やりたいんですけど、どうしたらいいですかどういうふうにやったらいいですかやりたいんですけど、どうしたらいいですかと。まあこれも、抽象、ちょっと抽象が高いっつったら高いかもしれないけど、もうやる前提なんですよね。だけど、じゃあ、 このやらない前提というか、やる前提じゃない質問ですよね。やったら稼げるんですかわかりますやったら稼げるんですかと。どれぐらいで稼げるようになるんですかあ、この前ね、熟成さんから質問来たんですよ。鷲津さんっていう熟成さんがいて、今めちゃめちゃ稼いでるわけなんですけど、まあ、去年はコンテンツ販売で多分3000万以上売ってるんですよ。で、まあその鷲津さんっていう熟成さんは、どれぐらいで稼げるようになったんですかみたいな。 ね。まあ、質問来て、まあ、その質問してたら稼げないよみたいな話、活動が送ったんですけど、その、だから戻しましょう。あの、要は、こっちのコンサル生はね、一応稼いだコンサル生は、もうセミナーやりたいんです。やります。で、どういうふうにやればいいですかやる前提ですね。で、こっちは B さんは、あの、やったら稼げるんですかどれぐらいで稼げるんですかっていう質問なんですよ。まあ、やる前提がまずないんですよね、これでね。 こはやる前提だったんで、じゃあ、ああ、じゃあ、やりたいんだったら、で、てか、セミナー、久保さんもね、あ、いろんな人、多分対応してると思いますけど、どちらかというと、顔出ししたくありません。ねあの、<laughs> こっそり、みたいな質問が多いじゃないですか。もう、セミナーやりたいんですけど、久保さん教えてくださいっていう人って、結構少なくないですか。セミナーってみんな、セミナーみたいな話じゃないですか。だからお、結構やる気あんなと思って。 じゃあもう一緒にやろうぜって,言ってね。セミナーをやったわけですよ。一回目。で、一回目一緒に僕が、まあ、集客してね。で、セミナーやってね。で、そうそうセミナー中にね。もうセミナー中に、も、ま、う、あ、休憩時間にね、説教するっていうね。お前なんで今セールス、だからなんか開始してすぐセールス始めて、いやいやと。いやいやいやと。それ売れるわけないやんと。セミナー始めて、なんか10分か20分でいきなりセールスし始めて、どういうことみたいな。 で、その休憩中にボロクソ行って、それしちゃダメだぞ、みたいな。で、まあ、セミナー参加者もポカンですよね。何やってんだ、あいつら、みたいなね。<laughs> 超実践型コンサルですね。もうセミナーも強制的に僕が開催して、ね。<laughs> で、その後ですよ。その後、彼はね、一人でセミナーをやりましたよ。で、やって、まあ、最終的にセミナーだけで、セミナーでセールスっていうところで、月間で1000万ぐらいですかね。作れるようになって。 で、そこからプロモーションやったりとか、まあ、今度また大きくしてったんですけど、だからあとそのセミナーやってる時も、吉谷さんと、もういろいろやった結果、ね、もうセール制約率の、これめっちゃ高く売れる方法編み出したい、したみたいな報告いただいて、で、僕今度こういう風な戦略あって、こういう風にやっていこうと思うんですけど、吉谷さんだったらどういう風な戦略取りますとか、どういう風にやっていきますみたいな質問でした。だからまあ、 なんかね、こっちはね、もう、もう、やってるし、やる、やる前提なんですよ。しかも、やっている。さらに、自分の考え方もある。なおかつ、もうエッセンスないかと。もう一つ、スパイスないかと。もしくは、もしくはい、僕の今の方向性、戦略は、吉谷さんから見て、あってんのが正しいのか、間違ってんのかとかね。だからもう、この主軸がある上での質問なんですけど、こっち何もないんですよね。<laughs> そうだから久保さんが最後前に進むだけって話なんですけど前に一個も進んんででないんですよね前に進めばあの具体的なうーん,なんだろうな、あのー、質問が出てくるわけですよ。ぐさらに言うと稼げる人っていうのは前に進みながら自分で 色々考えてますでも考えてるけどやっぱやったことないんで不安なんですよ。だからそこに対して久保さん、今こういうふうに僕思ってて、こういうふうに今やってて、まあ、ちょっとうまくいかないんですけど、多分おも,お,も,お,もあのおそらくうまくいかない原因がこうだと思うんですけど、久保さんだったら、久保さんだったらもしこの状況だったらどういう戦略をとりますかみたいな。これね、めちゃくちゃ具体的に久保さんの質問、あの回答できますよ。今こんなことをやっていて、 で、なおかつ、あんまりうまくいってないと。で、うまくいってないから、リカバリーとして、じゃあ次、次の改善方法で、自分はこういうふうに考えてます。で、こういうふうにやればいけるんじゃないかなとは思ってるんだけども、久保さんは僕より経験あるんで、久保さんだったらこの状況でどういうふうなあの戦略でやっていきますかっていう質問したら、もうめちゃめちゃ的確に来ますよ。そりゃ。<laughs> でも、彼は1億、まあ、ランボルギーニも買いましたけど、まあ、そういう質問の仕方でした。 なんかやりましょうコンサルを一度たりともしたことがないです。一度たりともしたことないですね。やりましょうコンサルは <laughs> そう。まあでもね、僕はね、やりましょうコンサルはね、必要だなとすごく感じてますよ。うん、感じてる。でもやりたくないんですけど。だから、まあ僕がやるっていうね、背中見せるっていう。もう言いたくないですもん、本当に。まあ言いたくないですけど言いますよ。これからも言,言うし、言いたくないけど言う。必要だから。うーん、やっぱ、やれないので。<laughs> 何なんすかね大人になっていっぱいできることたくさんあるじゃないですか。子供の時にできなかったことが大人になってできるのにもかかわらず、なんかもじもじするわけですよ。で、誰のためにやってんのって話で、自分の人生変えるために、自分の収入を上げるためにやるわけじゃないですか。やりましょうもクソもないややるしかないんでそんなのは <laughs>、ね。不安あるに決まってんじゃないですか、みんな。うん失敗当然ですし。 てか、僕はでも、コンテンツビジネスにおいては失敗という概念がどこにあんのかって思うんですよね。じゃあ YouTube 始めるのに0円じゃないですか。Facebook 始めるのに0円久保様 Facebook ライブ4000回くらいやってるわけですよ。じゃあ4000回 Facebook ライブでやってても0円ですよ。えー、インスタも0円。全部0円。ここに対して何か失敗があるんですか金銭的な。金銭的な失敗はあるんですかなんか失うんですかお金を。 でもこれリアル事業だったら失うんですよ。なんかね、僕、ヤフーニュースだったかな,なんか、その、セブンイレブンのなんか今、なんか、なんかで見たんですけど、なんかその、セブンイレブンのオーナーが、フランチャイズでオーナーさんが、なんかその、時短営業っつってね、なんかスタッフがいなかったのかどうかわかんないですけど、あの、普通24時間、フランチャイズ契約した時に24時間契約、運営しないといけないよっていうなんか規約があるんだけど、その人は、なんかそう、いろんな理由で、あの、 24時間じゃなくて、この時間に閉めますっていうふうにやったら、セブンイレブン側から、いや、それは契約違反だろうっつって、で、なんか裁判してるらしいんですよね、なんか今。で、その、面白かったのが、なんか、その、一時休止になって、裁判してるから、今一時休止なんだけど、その駐車場に仮セブンイレブン作っちゃうみたいなね。だから、絵面が面白かったんですけど、こっちのセブンイレブンが今休止で、この駐車場に仮の仮設のセブンイレブンできてるみたいな。どういうことみたいな。 で、そのオーナーさんが、いや、裁判中にこんなことやってふざけんな、みたいに言ってたんですけど。いや、だから、その、なんかフランチャイズもそうなんですけど、お金かか,か,かるわけじゃないですか。どうすか ?1 円手出しゼロでセブンイレブンのオーナーになれますかまあ多分無理でしょうね。う、えー、ど,どうすかねまあ調べてないんでわかんないですけど、手出しゼロでセブンイレブンオーナーには多分なれないと思います <laughs>。いくらか加盟店料だったりとか、まあ、上納金必要だと思いますよ、最初。 まあ何のビジネスやるにしても大体そのお金必要ですからね。だら僕は情報ビジネスにおいては本当にやれやれっていうのは金銭的なリスクがほとんどないっていうかゼロに近いんですよ。っていうかゼロです。だから久保さんなんかね、ドゥですからね。ドゥ <laughs> いや僕ワードプレスで一応ドメインとね、サーバー代払ってますよ。 久保さん多分ドメインとサーバー契約したこと、こネットビジネス始めて8年ぐらい経つけど、サーバー契約とドメイン取ったことないんじゃねえかなっていう。それでも1億ですからね。はっきり言って。多分、わかんないですよ。多分、まあ、ドゥ使ってるんで。ドメインも契約したことない。サーバーも、X サーバーも契約したことない。な、お名前 .com、ドメインも契約したことないんじゃないかなと思います。ジドゥですから。ジドゥのフリープラン。え <laughs>、それで1億円ですからね。 で、コンテンツ YouTube みたいなんで。やばないですかこれ。うーん。だから、久保さんは、まあ、ね、骨に染みるほど多分体感したと思うんですけど、なんなんだこれみたいなね。麻雀店で売り上げ作るのに人件費もかかるし、宅大も必要だしね。なんかいろいろ経費必要じゃないですか。なんなんこれみたいなね。人ゥで20万売れんのかみたいな話じゃないですか。0円でね。だって人ゥに速可塾の最初講義入れてたんですよ。今も入れてるのかわかんないですけども。 やばないですか。ね、20万で売ってたときね。ンで言うと YouTube じゃないですか。0円0円。20万。あらにほぼ100%じゃないですか、これ。まあ僕はドメインとか、あのー、サーバー代とか払ってるんで、まあそれでも年間1万なんぼですよ。で、あと今は僕は、あのー、YouTube じゃなくて、あの、ドリームアカデミアは他のベメオっていうやつを、有料のね、動画のやつ契約してて、年間6万ぐらいか。だから、うーん。 まあそんな感じです <laughs>。まあそれでもね、店舗とかそういうのに比べると、まあ動画、まあ有料の動画をそのね、あのー、なんだ、あそのストックしていく、まあ見せられるようにする、6万、年間6万ですよ。まあ別に YouTube でもいいんですけど、まあ僕は YouTube のアカウント一回バンされたことがあるので、あのー、そこお金払ってればまあバンされることないですから <laughs>。うん。なんで、まあそれは移行しました。昔僕、その、 同じアカウントでうん、商品もね、無料動画も全部やってて、それが赤番食らった時に、もうね、300ソースコードをコピペし直すっていうね。あれはね、もうやりたくないので <laughs>。だから今はもう全部分け,分けるようにしてます。うん。そう。だから今、本ちゃんのドリームアカデミアに関してはもう、ベメオっていうね。 えっと、それででやってます。でも、本ちゃんじゃないやつはまだ YouTube 使ったりとかしてますけど、アカウントは分けてますけどね。うん。まあ、そんな感じで、まあ、とりあえず、まあ、なんだろう、リスクないですし、金銭的なリスクね。今日始めようと思えば始められるわけですよ。うん。だ始めれば始めるほど、あと、久保さんと僕の動画見てつながってるんだったら、始めれば始めるほど、ね、質問くんね、投げ替えたら、 久保さんも回答してくれますからね、ピンポイントで。だからこれめっちゃラッキーなんですよ。だってもう、全く01でマージャン店のおっさんがね、ちょっと言葉汚いですけど、ね、0、0、マイナス3000万、マージャン店、マージャンしかやってない、そんな人がネットビジネスで何億稼いでね、その人に無料でね、質問投げかけたら的確なアドバイスもらえるわけですよ。これすごないですかこれすごいことなんですよ。 だから、億万長者合宿でもね、まあ、あと、あと、あと言,いもう言ってましたけど、まあ、億万長者合宿本編ですよ。誰も商品作ってこない。<laughs> せっかく宣伝できるのにね、誰もやってこなかった。っていうか、億万長者合宿が始まる前に一番やったの僕と久保さんっていうオチですよね。多分、あの、億万長者合宿が開催される前までに300本以上は動画撮ったんで、 プロモーション動画300本ってありえますまあないんですけど。だいたい5、6本じゃないですか。ね、本編開催されるまで300本のプロモーション動画ってやばないですか。<laughs> まへ奥満長者合宿おわ、本編終わった後も続いてる方が長くなってますけど、今はね。でもこれ、販売する前、ね、開催する前に300本撮ってますからね。<laughs> でも、ただですから。ただ。<laughs> うーん。 まあ、とりあえずまあ話脱線しましたけどあのーまあ、ラッキーなんでやればあのラッキーですよつながってるんでうんだからこの少ない再生数でもあのー、僕と久保さんを見ていただいてるとあとはやればやるほどいろんなピンポイントの質問ができるわけですよ、うん、それで久保さんとか僕の考え方をねあの聞くこともできるわけですよ、うん これって久保さんすごくないですか普通お金払わないと聞けなくないですかどうすかね、久保さん <laughs>。だって久保さん別にお手さあったりするでしょ僕も、まあ、熟成さん一応優先ですけど、あの別に無料でも全然動画と撮りますし。うん、<laughs> ね、どうすかいや、そっか熟成じゃないと対応できませんって対応しないですよね、久保さんね。質問来たら、コメント来たら返しますよね。うん、すごいないすかこれ。うーん。 と僕は思いますけどねでもなんで質問がないのかっていうと、まあ、やってないからなんじゃないかなと思いますけどねうんだからまあこの億万長者合宿は、まあ、やれとひ、まあ、一言で言うとやれなんですけどで僕たちが一番やるっていうね <laughs> うこれねもう,あのもう3000本ぐらい取ってますからね億万長者合宿もう3000本 <laughs> うもうこれからね多分億万長者合宿は多分久保さんと死ぬまでやると思うんで 億万長者合宿だけで何本ですかね ?3 万本 ?5 万本ぐらいになるかもしれないですね、久保さんね。5万本。<laughs> 億万長者合宿のリレーで5万本みたいなね。まじ、ぶち抜いてますね、はい。これからもぶち抜きたいと思います。みんなやらないから。い <laughs> ってらっしゃい。